最高の時間を過ごせたことは、僕の何よりの誇りです。正直僕は最初のミスター慶応コンテストの参加はあまり乗り気ではありませんでした。参加のきっかけは母と兄が勧めてくれたこと。ただ大勢の人前に出るのはあまり得意ではないし、ミスターというイベント時代が近寄りがたいイメージがありました。でもミスター候補に選んでいただき、慶応を代表してメディアだったりイベントに参加するという責任感が伴うこと、特に僕自身はパールの1期生ということもあり、学部のプレゼンスを上げることも一つの目標でした。そして何より多くの人たちに支えているのと身をもって感じました。特に SNS を通してこんな僕を応援し支えてくれる人たち、毎日投票してくれる人たちとの 大事なつながり、僕をいつも応援してそばにいてくれる友人、そしてきっかけとなった家族、そしてミスターがうまくいくようにこの半年間全力で支えてくれた運営の皆様、本当にありがとう。迷惑ばっかかけたけど、いつも支えてくれてありがとう。みんな一緒の宝物です。皆さんのおかげで最高のミスターを経験することができました。そして最後、メンバーのみんな、切磋琢磨にここまで来れたのも今年のメンバーのおかげです。今年のミスター慶応に選ばれて本当によ